It's so easy to see。 はい、こんにちは、カズヤの孫です。今日もよろしくお願いします。さあ、医療センターの受診が終わりました。で、最近はですね、ちょっと食後の疲労感、あとは下腹部の張りみたいなものが気になっていたんですけども、まあ、5ミリ過ぎたあたり、5ミリより減らしてから、そういった症状がやっぱりちょっと気になるようになってきましたという話をしたらですね、やっぱりこう5ミリぐらいがボーダーみたいで、こう5ミリよりも減らすと症状が強くなるっていうことが多いみたいなんですよね。なので今4ミリ飲んでいたのを、明日からちょっと5ミリに増やしてみて経過がどうなるのか見てみましょうっていうことで、まあ1ミリしか変わんないんですけども、このちょっとの差をどこで決めるのかで、よりちょっとでも少なくっていう量を今探しているので、まあ増えたり減らしたりっていう形で経過を見ている状態なので、今度は4から5にちょっと増えますけれども、増やしてまた様子を見る、で調子がいいようだったら、まあそれをしばらくキープしましょうっていうことになりました。まあ、ちょっと増えるのはね、残念ではありますけれども、ここで調子が良くなるっていうのであれば、今の生活を続けることができることになりますので、まあそれはそれでいいことなのかなという気がします。食事を気をつけて、こう仕事もある程度制限してできることはしてるんですけれども、それでもなかなかこう状態をキープすることができないっていう時は、まあ薬をちょっと増やしてみるっていうことは必要なことだと思いますし、まあこの状態でまた漢方薬を少し相談してみようかなと思いますので、まあ後日ね、また漢方薬の主治医のところを受診して、こう今こんな感じでプレドニンが増えましたっていう結果報告をして、採血の結果を見せて、でその状態でじゃあ漢方薬今飲んでるのはこれだけど、こうしてみようみたいな感じで変わるかもしれないので、まあ、この辺もね、こう治療しながらだんだんこうずっと同じことをキープしているのではなかなか前に進まないですから、いろいろ試してみるっていうのは必要なことかなと思います。まあ、これっていう治療法があれば一番いいんですけれども、そのこれっていう治療法がないのが難病なので、僕自身が好酸球性消化管疾患っていうのが難病ですもんね。なので、まあ、僕自身が治療法を探していくみたいな状態になっていますから、いろいろ人体実験してみようと思います。ということで、今回は、まあ、他の薬は変わらず、タケキャブの 20mm、 モンテルカストの 10mm、 あとタリオンの 10mm と、エレンタールですねに、プレドニゾロンの 4mm 飲んでいたのがプレドニの 5mm という形で、ステロイドが 1mm 増えた形になりますね。カズヤの孫でした。ありがとうございます。失礼します。